ルイーゼ・シャルロッテ2・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン公爵家の公女で、ザクセン・ゴーター・ルテンブルク公、アウグストの最初の妻。夫の即以前に死去したため、後世主婦人の称号で呼ばれる。メクレンブルク・シュベリーン公フリードリヒ・フランツ一世と、その妻で、ザクセン・ゴーター・ルテンブルク公子ヨハン・アウグストの娘で、あるルイーゼの間の第二子、次女として生まれた。 1795年、スウェーデンオグスタフ4世やドルフと一時的に婚約したが、すぐに婚約を破棄されている。1797年、ザクセンゴーター・アルテンブルクコーエルンスト2世の長男で、またいとこにあたるアオグストと結婚し、一人娘のルイーゼを設けたが、1801年に21歳で死去した。娘のルイーゼは、 ザクセンコーブルクイコールザ・アルフェルトコー、エルンスと一世と結婚した。ありがとうございます。